ちょっと忘れてました。なんか今コンスコーンのなんかコンスコーン、ちょっと画面合わします。なんかコンスコーン、コンスコーンのね、なんかこれ来てまして、なんかできるらしいんで、これちょっとやります。はい、一つ、次、次、三つ。これ何個めくれんのこれ。ここ。リック、え、なに、は？リックとベブ隊はどうなってるんだ。誰やお前。そこか。五つ。やあ。わ。わ。え？わ、6ポイント。イベントの遊び方。イベントコインを手に入れよう。1日1回以下の条件をそれぞれ達成すると、ミニゲームを遊ぶために必要なイベントコインを1枚手に入れることができます。大規模戦に参戦しプレイボーナスを獲得する。ホームページにアクセスする。本イベントはアカウント単位での参加となります。1日1回は0時から23時59分まで。1日年翌0時時点で回数リセットを行います。お手並みは拝見させていただく。ミニゲームコンスコン教習をプレイ。獲得したイベントコインを使用することでコンスコン教習をプレイすることができます。15枚のパネルの中にリックドームが隠れているパネルが9枚あります。ワンプレイで9枚のパネルを開くことができ、リックドームが隠れているパネルを選んだ数に応じ撃破ポイントを獲得することができます。お手並みは拝見させていただく。3、撃破ポイントを貯めて豪華商品を手に入れよう。撃破ポイントの合計数に応じてデラックスガシャコンチケットや機体倉庫拡張チケットなどが獲得できるアイテムコードを獲得することができます。などが獲得できるアイテムコードを獲得する、獲得、うるせえや。あ、ちょっと切れちゃった、今なんか6ポイントあるんで、6ポイントでは、あ、これ60ポイント貯めればデラックスガチャコンチケット1枚もらえるらしいですね。まあ、これ当分ちょっと貯めましょう。これまだできるの、これ。あ、できる。はい、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 はい。ビッグドム部隊はどうなっているんだ。ブイ！わっ！ここ！あ、あ！攻撃の手を緩めるな。これ何がおもろいんこれ。これ おもろ、これ面白いんこれ。全然面白くないんだけどこれ。なカットインとか別にいいし、あ、なんか綺麗に並んだ、こことで、ここもここ、てなわけで19ポイント獲得することができました。まこれはもう、ま、動画に映すことはありませんね。全然面白くないんでこれ、面白くないんで、これ、このゲーム、なんか。つまらない。何この、これ。うんこ、これ。うんこパネル、これ。はい。まあ、うんこスコーン教習イベントでした。はい。では。